大国といえば次の大国中国ですね。中国はこの間ようやっと次の10年間のリーダーが決まりましたね。いやちょっと待ってください、胡錦涛や温家宝さんがかなり革新的で、要するに我々自由経済の方に少しずつ少しずつ歩み寄ろうと思っているのがちょっと下がったように見えませんか。習さんという方とそれからそれを取り巻く人が、江沢民の古い人たちの流れだとニュース騒いでますけど、いやそうじゃないんですね。そうかもしれない今は。でそれは彼らは今大気汚染だとか、農業地の汚染だとかまたは格差とかいろんな問題を抱えそれを今解消する年なんですね。でこの2年間そういうことやるでしょう。2015年どんなことあるかというと、このトップの7人のうち5人は彼らは党の規約によって退職しなくちゃいけないんですね。その下にいる人は全部この革新派の人が次に全部並んでるんです。ということは先ほどのアメリカと同じように一気に新しい方に向かっていく勢力が動き出せる年なんですね。ですから世界を動かしてるって言ったら語弊ですけども、西はアメリカ、東は中国と例えると両大国が一気にそういうふうに動く。さあその中に我々生きてるわけですね。もうすぐですね2015年も。さあそういう時に知識では覚えられないこと、習慣でしか覚えられないことを今からその習慣を始めなくちゃいけないんです。リーダーシップっていうものは習慣で覚えるんですね。ですから今が大事なんです。